よしよしよし。そう、上から行こうかって。うんうん。いいよ。好きなとこに仕掛けな。そこか？いいよ。す、ささ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 さ。さわー、ほい。あ、店長がお客さんが来てるもん。え？なに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 なんか爆発の音。爆発した。あざら警察です。あそこでくぶしてんのか。なに、聖地？よしよし。うわー、びっくりした。大胆すぎる。大空開いた。はい。音やべえって言われてる。騒音、騒音で、あれもしかして怒られてるってこと？おー、すげえ、警察署じゃん。やばい、捕まる捕まる。マリには罪が多すぎる。何、ちょっと待って、剣持ってる。やだー、捕まえないでください。マリは何も悪いことしてません。ちょっとエッチなだけです。多少エッチなくらいはご愛嬌じゃないですか。ちょっと、あ、松見先輩、あ、すまん先輩、視察してきました。視察してきました。もしかして騒音問題のトラブルで来ましたか？騒音問題トラブルで来ましたか？いえ、今警察に捕まりそうだったので、うわぁ逃げてきました。捕まりそうだったので逃げてきました。あ、そうなんだ。なんで捕まりそうだったのかな。ね、みんな騒音トラブルの件で来ましたかって言われるこれ以上いや、今警察に捕まりそうだった。いや、マリン様が警察署に行ったから剣ぶん撫でて追いかけ回してた。あ、まあ、わあ、なにこれ。よっしゃ。ああ猫ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと許せませんね。おい、猫がやられたぞ。気づいてないのか、もしかして。ちょっと、ちょこ先生、猫がミオ先輩に爆発されました。猫が死んじゃった。猫が死んじゃった。なんで、何したんだ。殺したんだろ、猫。許せませんよね。ちょっと捕まえてください。逮捕してください。そうじゃ、バルキだ。やがしゃ、爆破に巻き込まれちゃった猫。あらやや、ああ。爆破で猫殺したんですかって聞くか。爆破で猫が、あ、猫が死んだみたいです。気をつけるように。容疑者はあちらです。捕まえてください。ちょっと、猫がやられました。許せません、これは許せません。マリンさん、安全第一でお願いします。はい、マリさん、安全大事だよ。あ、ちょっと待って。爆破で猫が死んだ。嘘でしょ、マジで。あ、ごめんなさい。やったのはこの人たちです。今殴ったミオ先輩。
はい。ここうわっちょっとえいってー殴んないでよ。何当たったんですけど。ねえミオ先輩、今お尻燃えた